俺チップス1枚も食ってないんだけど。私も。俺も食ってねえよ。キムラ、なんなんだあいつは。チップスだけ食ってすぐ帰るし、セリフも教えてくれなかったし、それにドアまで壊していくし。忘れてた。ん？何？これこれ。そんなの飲むの？もうぬるくなってんじゃないのそれ。小池！おい、後ろ。お。みんな。僕は爆弾仕掛けられてるってどこだろ。なわけねえだな。あ、じゃあ行っちゃうか。早くしろよ。マジで行っちゃう。あかねえ、おい、なんかマジでやべえんじゃねえ。ん？なんかちょっと声しない？え？そうか？あ、じゃあ俺見てくるわ。おお、おい、マジでやめとけって。おい、何ビビってんだよ。っていうか最後のシーン練習しね。え、また？だってここむずいし。こいでこいで、話せないでこい、こいで。来たか、そんなに仲間を引き連れて。私はここのボス、私が来ないでどうするの。俺のことはいいですから早く逃げてください。そんなことできない。小池、出てきたらどうだ。お前はどうしてこんなことをしたんだ。いつまで立てこもる気？どうしてこんなことしたの。だってよ、こうでもしないとあんたは。俺が？あんたは一度でも俺のことを考えたことがあるのか？ああ、俺はいつだってお前たちのことを考えてるつもりだよ。嘘だ。ならなんであいつを殺した？だからあいつは生きてるって。嘘だ。なんで？どうして？なんでこんなことしたの？どうしてこんなことをしたんだ？だってこうでもしないとあんた振り向いてくれないだろう。は？な、何言ってんの？好きなんだ。あんたのことが。え？あ？マジ？ん？何あれ？でもそんなこと許されないだろ。当たり前だ。でももう俺は引き下がれない。もう元には戻れないんだよ。そんなこと言ったって。会長、早く決めろ。いくらなんでもむちゃくちゃだ。もう救えるのは会長しかいない。ああ、もうどうすりゃいいんだ。会長、ちょ、会長、こんなところで何やってるんですか。うわ、失礼した。
俺なんかよりスライスさんの方がずっといいと思うぞ。何の話？だから小池を説得に。は？あ、だから小池が生徒会室で立てこもってて。あーってか白石さんも来るだったんじゃん。わけわかんないんですけど、小池くんは演劇の練習してたんですよ。え？いや、でも確かに銃声が。会長、何してんすか？小池？会長！野田も？じゃあ今までのって全部嘘ってこと？ああ、いいんだよ。なんてバカなことは。でもまあよかった、何事もなくて。よし帰るか。警察に通報しちゃったんですけど。ああ、警察ね。警察！では次のニュースです。昨日午後4時ごろ、秋田県内の高校で生徒の一人が銃器を持って立てこもっていると110番通報がありましたが、その後の調べでそれが生徒の勘違いであることが明らかになりました。警察によりますと、教室内で演劇の練習をしていた生徒のセリフを外で聞いた別の生徒が、世界見たのに。でも何もなかったからいいんじゃないですか。もう白石さんの言う通りじゃないですか。何もなかったんだし。そうですよ。